こんにちは、サロモン三越です。1718最新モデルの説明していきたいと思います。新たに加わったアサシンプロというモデルになります。ずっとアサシンというモデルがあったんですけれども、アサシンの特徴としては、中身にバンブー、竹を使っていたんですけれども、このアサシンプロというものの竹を抜いてあげて、その代わりにカーボンを、採用しました。なのでアサシンよりもより、フレックスはハードになっています。形状に関してはアサシンと同様ですね。ロックアウトキャンバーというものを採用しているので、反発と操作がしやすいですよというような板になっています。なので、ハイブリッドキャンバーになるので、有効エッジというものが短くなるので、僕ぐらいの身長でも155ぐらい乗っても長さは感じずに、すごい取り回しのしやすい。ただ長いからスピードが出た時の安定感というものは増しています。なので今年一番おすすめ、個人的にはおすすめできるようになったのがこのアサシンプロというモデルになります。